こんにちは、小林幸子です。始まりました、小林幸子は YouTube ババ。幸子さん、はい、今日はですね、ちょっといつもと違った感じの話題でして。違った。この間ですね、ネットを見ていて、いわゆる、近年いろいろとこうニュースに出てくる介護問題、ちょっとこのニュースというか、を見ていて、幸子さんの YouTube の視聴者の方々って、実は40代の方々が結構多いんですけども、そうですか。まさにその40代の方々って今、介護に悩む、ご年齢、そうでしょうね。いわゆる親ですね。そうですね。そうですね。大体30歳とかで生まれたと考えると、40代の方も、お父さんお母さんは70代になっていると思うんですけども、やはり介護難民、いわゆる施設に入れない、介護難民ね、っていう問題だったり、施設に入れない、いろいろね、その施設が空いてないとかって、やっぱりお金の問題とかいろいろあるらしいんですけど、それにプラスして、40代で今申しましたが、ちょっとそれよりも上の世代で、老老介護なんて言葉がありまして、いわゆる高齢者が高齢者の介護をするという、最近一番ニュースで騒がれている、いわゆる老人介護施設の虐待。そうそう、もう結構もうずっと前からそういったニュースって聞いて、本当心が痛くなるニュースばっかりありましたよね。なので、ちょっと今日はこの介護についてっていうところをね、はい、お勉強じゃないですけども、そうか、そうですね。でちなみに今日は、いわゆる老人介護施設っていうところなんですけど、同じような問題が、はい、実は、自立援助ホームみたいな、いわゆる障害者の方を介護する施設とかでも、やはり虐待とか、聞きます、ニュースで、はい。ちなみに幸子さんって今まで、お父さんお母さんだったりとか、はい、あと周りの方だったりとか、そういった介護のご経験だったりとか、お話って聞いたことありますか？そうですね、私の両親は、母はあっという間に心筋梗塞で、じゃあねって言って本当に笑っちゃいけないですよ、じゃあねって言ってあっという間に天国行っちゃいました。その後残された父はやっぱり追いかけるように何年かして、天国に行きました。でもいわゆる老老介護っていうと、幸子さんの多分ご年齢ぐらいの方々が、はい、自分の親の介護をされてるような状況だと思うんですよ。私の知り合いでも老老介護してる人も私たくさん結構見てます。大変ですよね。もう自分が助けてもらいたい、でもそれ以上に自分の親が大変な状態で誰もいない、やっぱり自分しかいない、見てて辛いですよね。それは本当に、そういった方々ってよく、ニュースとかでも見る話ですけども、はい、孤独化していってしまう、その相談できなくて孤立してしまって、どんどんこう、精神を病んでいくというか、でそういった方々のために国の方もいわゆる、ヘルパーだったりとか、はい、相談のホットラインとか設けてるみたいなんですけど、はい、意外とそれが浸透していなかったりらしいんですね。ごめんなさい、口挟んで、私 の、 うちの甥っ子、姉の子供ですけど、介護福祉士の免許を取って今やってるんです。どう大変って言ったら、確かに大変、介護の仕事に就きたい人いっぱいいるんですって。でもお給料がね、あんまり安くて、やっぱり生活していけないっていうの、やりたいけど生活で、自分も生活いかなきゃいけないから、自分にも少し余裕がなかったら人を介護することができない。だからそこをきちんと国で考えてもらうといいなっていうことと、もう一つと、日本っていう国はちょっと遅れてる部分があって、子供いますね、子供の頃から福祉というものの教育がなされてないって言うんです。誰かを助けるっていうのかな、なんかしてあげることも、その教えてもらってないから、子供の頃からもやり方がわからないから拒否する、車椅子の人を見たらやっぱり拒否するっていうような生き方、それはね、根本的に子供の頃からの教育も直してもらえたらいいな、分かってもらいたいなってことをやっぱり言ってましたね。人ってやっぱり人肌があって、声を話しかける、なんか手伝うことありますかっていうような、なんでもないことを子供の頃から教えてあげて、当たり前のように見てると、子供はアメリカ行ってもそうですよね。アメリカ行った時に広い横断歩道があったんですよ。車椅子の人がいて、後ろから押してる人がいたんです。白人のご高齢の方で、それ後ろから黒人の人がバーッと押して、お友達なんだなと普通思うじゃん。横断歩道渡って向こうって言ったら、バーイってずっといなくなるんですよ。あれ、友達
じゃなかったの、2人と思ったら、でまた自分でこう車椅子をね左に行ったんですよ。そしたらまた関係ない人が、はいっつってスーッと押してあげてる。あ、こういうとこなんだって思った。それは日本では見たことがない光景だった。でそういうところから始めて、もう何十年も前ですよ。もちろん今はまた状況違ってきたと思うんですけど、そういうことも必要なことかなとか思います。それとお金みんなそれぞれ違うから、例えばそういった老人ホームにしても介護施設にしても入るには無料ではないわけじゃないですか。余裕のある人はできるでしょうけども、そうじゃない人はできない。だからそこら辺のところはもうこれは国が考えて、税金の使い方を本当にいい形で使ってもらいたいなって、それもうそれしかないですね、本当に。介護難民についてなんですけど、はい、一応国がですね出している見解、有識者会議ですね、はいはい、有識者会議の話によると、2025年には全国で約43万人が介護難民になるうわとの予測、これに関しては今日本の人口というのは減少しているにもかかわらず、65歳以上の高齢者は年々増加しているんです、で総人口の中で高齢者が占める割合は2025年には人口の約3割、そしてさらに2060年には4割を65歳以上が占めると言われています。なので2060年頃にはもう約半分、はい、国民の約半分が65歳以上なので、まあ、これにあたり一番の問題は介護従事者が不足している。本当にそうですよね。これがやっぱりその介護難民が起きてくる理由としてあるそうです。うん、そして二つ目の老老介護に関しての原因と問題点としては、これまあこれもまた根本的にいいことなんですけど、日本人の平均寿命が伸びたこと。が原因の一つに挙げられるそうです、はいはい、なので、なかなか寿命を迎えないことで夫婦ともに高齢になったり、親が高齢で子供も高齢になるケースが増え、そう高齢者が高齢者を介護する状態が増えていってしまう。家族全員がそうか、50以上60以上ってこともあり得るってこと。あ、そうですね。そして原因の二つ目としては、親と子供が別々に住む核家族が増えたことが挙げられる。そうですね、いい寿命が伸びてたというのはいいことだと思うんですけど、それが逆に問題になってきている。やっぱり人は誰かと一緒に何かをしていくのが人なんですよね。そうだね、話しかけること、これ大事なこと。優しさって一言で言うけど、これが毎日毎日続いたらそういうこともあるのかなとか思いますけどね。だけど虐待って自分の、まあでもそうなんだよね、自分の親がそういうことしたりするニュースが今増えてるからもう辛いね。ちなみにその虐待についてですけども、この虐待が起きてしまう、高齢者への虐待が起きてしまう原因としては、原因とまあ対策ですね、はい、問題点、まずこれに関しては周囲からの配慮がまず不可欠だと、これを改善していくために、で原因としては介護する側が病気や精神的な問題を抱えている場合、虐待につながりやすくなるので要注意と言えるでしょう。介護する側ね、はい、介護をされる側もそうなんですけど、介護をしている側への周りからの配慮も不可欠だというふうに、まあ、ウェブサイトですけど書いてある。あ、でもそれはそうだと思います。介護してあげる方の側も精神的なストレスとかが健常でなかったら助けてあげることできないんですよね。でもこれは誰がそれを見抜く、だからそれは難しいところですよね、それね。なお虐待には自分は虐待をしているという自覚がないケースも多いです。例えば要介護の高齢者が脱水症状を起こしているにもかかわらず、夜中に失禁すると介護が大変になるから水分は控えさせようと判断すれば、これは虐待に該当しますと。ただこの脱水症状を起こしているかどうかっていうのが分かってれば、でまだあちゃんと水分をと思うかもしれないですけど、分からない場合、まあ失禁すると介護が大変になるから水分を控えさせようっていう判断が、まあいいか悪いかで結局わからないじゃないですか、周りが。その人の判断ですもんね。そうですね、それしかわからないんだもん。そのことをやったことによって周りの人がそれ違うんじゃないかっていうかどうか、これもわからないと。だからこれは場合によってはというか、これはこのウェブサイトで見ると虐待に該当しますと明確に書かれています。その介護をする方の方もやはりなかなかなこう精神力だったり体力を使うというところは虐待につながる。あの旗からそれはこうでああでこうでって100も言えるけれども、その状況にいる人の気持ちに本当になれるかっていうのは 100% は分からないですもんね。まあいわゆる
少子高齢化が進んでいる日本、うんうん、で、まあ、これから起きてくる問題、またこれも、書いてあることなんですが、はい、2040年には社会保障給付費は190兆円に達すると推測されており、うん、国民への負担も大きくなると予測されている。そうなんだよね、まあ、お金っていうもう具体的に、うん、あの分かりやすい問題。そうですね。この後ね、そのいわゆる今我々とかが働いて払っている年金だったりとかっていうのが、今のお年寄りの方々に使われるわけじゃないですか、はい、そもそも我々世代がいなくなってしまう、うん、いわゆる財源がなくなっていってしまうことですよね、うん、まあでもこれを解決するためにはやっぱり、ね、子供が増えないとっていうことですよね、うん、でも子供を育てるためにもお金かかるし、はい、はい、あとは国、やっぱり国しか一人一人のやれることってもう限られてるから、それ以上のものはやっぱり国にね、きちんとやってもらわなきゃいけないとは思うんだけど、でも私たちの本当に身近でやれることって何かって言ったら、やはり初めて会った見知らぬ人でも何かお年寄りの方がいたら話をするとか、何か何でもいいから、こうちょっとこうスキンシップでも何かがあるだけでも、一人が一回やっただけでもどれくらい和むのかなっていうことはあります。それお金何も使わなくてもいいことできるんだったらやれるかなとかと思うけどね。最初に申し上げたその介護問題にならないためには、うん、やはりもう国民それぞれが、まあ、年齢を重ねていった時に、うん、介護が必要な状態にならないように、うん、そのために健康を維持するということをちゃんとしましょうということを、まあ、結論として、うん、今見ているサイトを書いてあるんですけども、うん、確かにそれができるんであれば本当ですね。ちょっと余談ですけど、私が今、まあ、チャリティーというか、まあ、いろんなことをやってる中で農業を支援してるところあるんですけど、それはもうね、みんな定年退職って言ったらもうそれでなんか全部終わりみたい、とんでもないまで本当に元気な人たくさんいるし、能力もうフルに活用できる人っていっぱいいる人でも、その場所がない、その場所をね考えていかなきゃいけない。そのためにも私今農業の今アグリカルチャーのあれを やってるんですけど、農業に携わってすっごい体にいいんですよ。土を触るってすっごい体にいいんですよ。だから農業をやってる人って年寄りだけどみんな元気、本当に元気なんですよ。だからそういう人たちがたくさんいてくれるためにも、自分の健康をやっぱり自分で保持していくってこと大事なことなんだと思いますね。いいものを、安心なものを食べて元気になってずっと生きていただきたいなと思いますよね。お酒とか飲みすぎるとダメですよ。でも結構強いから大丈夫だよ。そうですよ。それがあの何かあった時の原因になるんですよ。はい。ということで今日はですね、ちょっと介護の話題を聞いたんですけど、うん、ちょっとね、なんかこういった介護の問題っていうのもね、もしこの視聴者の方でも、はい、持ち寄ったら、あの可能な限りでコメントとかで。そうですね。でもあの介護って言っても一口に言っても、まあ、いろんなあの形みんな違うんで、一つではないから、全部が正解ではないし、全部が不正解でもないし、何とも言えないんですけど、でも自分が本当に自分一人でできることをあの考えていってほしいな。それから優しさも自分でできる、できる範囲でやれることを探して、みんなで老老介護は老老介護で、でも老老介護をやったとしても、それをサポートしてくれる友達を作っておくとか、まあ、そうだと思う。もう私しかいない、もうダメだじゃなくてね、そういうためにはやっぱり友達、遠い親戚より近くの友達ってよく言うの、本当にそうだと思うんですよね。あのそういった仲間をたくさん作って元気でいってもらいたいと思いますね、ということです。まあそういうわけで、今日はいつもと違う YouTuber バーになりましたけど、でも大事な問題、大事なことだと私は思います。皆さんにとってもあのどんな介護の仕方、どんなことができるかなって何か思ったら、ぜひお知らせください。みんなで、そうなの、みんなで考えていこう、そう思ってます。どうもありがとう。